はい、では今回第2話目ということで、具体的な内容に入っていこうと思うんですけれども、対人関係とかに効く体の使い方ですね。他者に、コントロールされない体の使い方っていうテーマの、今回1つ目ですね。ここに書いたんですけれども、恐怖による力み、筋肉の硬直っていうふうに書いたんですけれども、このテーマについて今回お話ししたいと思います。例えば武術の指導をさせていただいて思うんですけれども、大抵の場合一人で練習するときには脱力できて、こうゆったりと何ですかね、無駄な力みもだんだんなくなってきて上手になってきたっていう人でも、例えば技をかける練習しましょうってなって、ギュッて握られたりするとグッとこう筋肉が硬直して、こう今までできた動きがスムーズにできなかったりっていうことが多々あるんですね。でこれも人間関係でも同じだと思うんですけど、自分はこうゆったり構えてて大丈夫と思ってても、なんかきついことを言われたりするとざわついたり、自分の体がこう反応して感情が動いて、こうこっちも怒りが湧いてしまったりとかってあると思うんですよね。でそういうのっていうのは自分の中にこうある一定の自信がないことであったり、自分の中に問題だと思っていることに対して突っ込まれたりすると、そこに自分の感情が反応するんで、そこが体の力みとなって残るんですよね。で例えば施術を僕もさせてもらってた時期が結構あるんですけども、その施術のお仕事をしている時とかでも、その日頃緊張したりとか相手に反応して硬直したその筋肉の力みっていうのがちょっと残るんですね。体の中に残って、緊張した状態が自分ではゆったりリラックスしている時間でも実は残ってるってことがあって、でそういう状態が続いているとどうしても人に対しても反応するときに力みで反応してしまうっていうことが起こるので、その筋肉の硬直だったりとか、そういう力みっていうのが、根本的には自分の中にある恐怖であったり不安感からそういうものが生まれているっていうことをまず今回は認識してほしいんですよね。その不安要素がなく本当にリラックスできている状態だったら、周りの反応がきつかったとしてもそれはゆったりと受け止めたりとか流すことができるんですけども、まずその硬直っていうところを認識してもらって、そこを緩めるっていうことですね。緩める、ちょっと低いですけど緩める、はい、緩めるということで、ここをね意識してもらう。でそのためにどうしたらいいかっていうことも今後お伝えしていくんですけれども、相手と接するとき、何か、接触があるときに、例えば武術で言ったら皮膚感覚がすごく繊細である状態が必要、相手を察するために。で自分自身その緩んでいると自分の内部感覚も繊細になるので、自分の状態がどういう状態かもしっかり感じることができるし、その状態で相手と接しても相手の重心を感じる。でそれは相手の人間関係で言ったら相手の意図ですよね、考えていることだったりとか、そういうところを察してあげることができるようになるということで、まずその緩めるということ、そして皮膚感覚を繊細にするということを、意識してもらいたいなというふうに思います。でそれを、どのようにしたら皮膚感覚が繊細になるか、体が緩むかということも、また今後お伝えしていきますので、第2回目は、この力みは緊張とか、心の恐怖不安によって生まれてますよということ、そして、それを改善するためには体を緩めていきましょうという、単純なお話でした。はい、では今回は以上になります。